はい、お疲れ様です。本日はね、こちら大人気6月の柿の消毒について親父が説明していきますので、今年度の最新版でございます。はい、僕は一切喋っておりませんので、で柿もねほとんど僕触ってないんですけれども、興味がある項目みたいなんで、で6月の大事な防除お話していきますんで、ぜひ参考に見てください。では行ってみましょう。柿の防除について、少し話したいと思います。冬柿ですけども、まあ、昨年今年も予想されますが、6月下旬からまあ7月、まあ、長雨、最近まあ異常気象等で雨がずっと長く続いたり、することによって、昨年はまあ酸素病が異常に多く発生しました。防ぐのにはまあ去年の病原菌が残っていることも考えられますので、殺菌剤、普段より多いめにね、回数多いめに春先から防除は必要となってきます。一番大事なのは 今の時期ですね、6月上旬、まあ長引きうどんこ病、炭素病に効くのには、まあ、デラン、クロアブル、うどんこも効きますし、炭素落葉も効きますし、まあ、2000倍で、散布していただいて、でヘタムシの防除も今ちょうど撤去になるので、満開10日後ぐらいということで、オリオン水和剤ですね、1000倍、もしくはまあ特殊音とかも貝殻も効きますし、柿のヘタムシ、どちらでもそうですけども、でいいと思います。あと越冬の、カメムシの越冬量が今年は特に多いようなので、これから、カメムシには注意して、引かなければなりません。特にまだ今頃でしたらまだそんなに影響はないですが、実になってからね、6月下旬ぐらいからには、特に注意が必要となっているので、まあアルバリンなりピラットなり殺虫剤ですね。まあ、回数も限られますが、その辺特に収穫まで注意していただいて、栽培することが必要となってくることが、まあ、予想されるので、あとですね、まあ我が家はもう去年は炭素病あったので、特に春先から、予防薬、次年部剤、デランなり、どうしても治療薬等になったらどうしても効きが浅いような気がするので、もう出るまでに予防剤として自慢大戦水和剤なりは、まあ、さっき言いましたがデラン、クロアブルなりを、回数は限られますが、使っていただいて防除に努めてほしいと思います。そうですね、今年は、まあ、カメムシと炭素病を注意していただいて、あと渋柿もしくは作ってはる人がいましたら、スリップスルイですね、茶の黄色アザミマスも、最近地球温暖化で暖かくなってきてますので、かなり周期が早くなっているようなので、タイミングを逃さず防除していただくことが必要となっております。また、夏以降につきましてはまた次回話したいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。なんで冬にはスリップスはつかへんのですか？その辺はどうもきりは分かりませんが、冬は全くつかないっていうこともないんですけども、やっぱり皮が硬いからですかね。また次回まで詳しく調べて説明したいと思います。キラップとトクチオンの違いを教えてください。キラップね。キラップはカメムシには、効きますし、スリップスにも効きます。トクチオンはアダミウマ類ですね。茶の黄色アダミウマ、スリップス類ですね。には効きますが、カメムシにはそんなに効きにくいですんで、スリップスもカメムシも両方抑える場合には、キラップが有効と思います。またあとね、ダントツ水和剤とかも使えますが、
まあ、回数も限られますので、いろいろ考えながら使用していただければと思います。安いのはどっちですか？どちらもね、最近の新薬は高いです。何円ぐらいですか？まあ、今すぐには少し分からないので、はい、まあ、昔ながらの倍率は高いので、まあ、そんなに高くはないと思います。まあ、我が家はまあまあ、カメムシ類にはキラクナリ、アルバリンはよく使用してますけどね。ある程度長くキラプとアルバリンどっちがいいんですか？どちらがいいっていうのは分かりませんが、アルバリンは3回とか決まってますので、まあ使い分けて、どちらもよく効く剤とは思います。最近もう地球温暖化で異常気象は本当に予想されますので、まあ、その状況に応じて、殺菌剤を対応するなり殺虫剤を対応するなりは、回数は普段より多くするなり、まあ、農薬は最低限の使用することが望ましいんですが、まあ、発生した場合は仕方がないので適度に散布は必要となっています。はい、次回また夏頃に、カメムシの状況を見ながら、ね、散布について話したいと思います。はい、まあ、くれぐれも園地を見回って、発生した場合に散布するっていうのを心がけていただきたいと思います。また遊びについてましては予防が大事なので、枝とかに病斑、発生しないように定期的に予防薬ですね、散布するようにしましょう。はい、以上です。